さんこんばんは、き、え、ょ、ー、放送されたテレビ番組において、杉浦太郎元衆議院議員が若者の投票率の低さについて、持論をコメントして、えー、大きな波紋を呼んでいます。あなたの1票で日本を変えられる、だから選挙に行くべきと呼びかけられていることに対し、あなたの1票で日本が変わる、そんなわけないからと、吐き捨てるような発言をしたことに対して問題視されています。 えー、若者は何とか自力で何とかできるという持論を理由に若者に対する社会保障よりも、えー、高齢者や病気などの理由で仕事に従事できない人に対する社会保障をもっと充実させる必要があるというスイス発言をしていました、えー、この発言に社会企業家の石山安寿さんが医療を唱えて今の若い世代はかつての 若者よりも国民負担率が上昇していて、お金がかかることを理由に、結婚や子を授けることから遠のいてしまっている方が多いことを指摘し、若者への支援はもっと必要であると反応しています。このように、現在の日本社会において、世代間において、考え方が大きく分断を招くような政策内容がありますが、株さんはどう思いますか。個人的には私たちは、 が住んでいる日本のことに関心を持たないこと自体が、えー、問題だと思っているので今回のスギリスの発言に簡単です、えー、衆議院議員選挙は明日後の表記となりますいやこれは僕は逆なんじゃないかなと思いますね正直言うとまあコスパで言っちゃうと若者に対してたくさんお金をかけた方がいいんですようん なので、ちょっとやっぱり不思議なこと言ってますね。うん。まあ、ちょっとでも、ウ浦さんの発言はちゃんと見てないんで、まあ、なんとも言えませんけども。ユーネエアさん、株、えー、さん、今日の日本は涼しいですよ。今日は自販機まで歩いていく途中の住宅地で、中から住人の声が聞こえてきて、えー、メジャーリーグの試合を見ているみたいでした。うん。 今日は地上波で大谷さんの出る試合が中継されていたから、多分、それですね。二つの入れのどっちもかも、あとどっちもから打ったのっていう声とか拍手が聞こえてきました、えー。ちなみに大谷さんのいるド,ド,ドジャーズは勝ちましたよ。あと、自販機もホットシしようになってきましたと。秋ですね。懐かしいですね。あのー、なんだっけ。あれですよ。トウモロコシのコーンスープの缶、 のえー、缶,缶に入っているコーンスープありますけど、あれ、中にトウモロコシ入ってますけど、のの全部飲み終わった後に中に入ってるトウモロコシをなんとかこう食べようと振ったりしてましたね。懐かしいなってちょっと思います。はい、なんか、うん。カブさん、今カフェ難民っていう現象が起きているそうです、えー。外国人の増加とカフェで仕事をして長居する人のせいで入れないことを を言うそうです。時間制限をつけたらどうかって言ってる意見もあるみたいです、えー。それから台風の動きも気になります。週末に日本に影響ありそうなこと言ってますよ。パッと消えてほしいですね。はい。うん。このね、カフェ難民なんですけど、まあ日本の場合めちゃくちゃ人いますからね。まあそれからあのマックマックも勉強とかに使われていたりとか、 よく見ると皆さん、YouTube の編集とかされてます <laughs> すごい、なんかちょっと僕は見たことありますけど。わあめっちゃ YouTube の編集やってるっていう人いたりね。して、カツカツっとはね、10時間ぐらいかかりますからね。下手したら、うん。はい。いや結構ね、そういう人いますよ。まあ気持ち分かりますね。わかるんだけど、混んでるときはちょっとね、遠慮してほしいっていう感じですね。うん。まあ特に都心とかはそういうの多いのかな。うん。 カブさん、秋の果物として柿が美味しいですね。柿は風邪予防にもいいらしいですよ。あと、お菓子の種の柿も好きですね。食べ始めるとピロピロ食べちゃいますね。柿の種だけのものは合っていますよ。カブさんも好きですかやっぱりピーナッツと一緒に食べる方が美味しいですね。あの、実は今日柿さっ食べたばかりです。はい、10個ぐらい買ってきましたね。うん、結構硬かった。はい、あ、柿の種か。 カキの種は、まあ、あれですね。あんまり、あ、売ってないですね、こっちはね。うん。確かに。エモンミカンさん、えー、スウィングやビバップなど、ジャズピアニストのデビッド・マシュー,さュシューズさん、82歳が、2021年に青森県八戸市に移住なさったようです。グラミー賞を3度受賞したピアニストです。音楽だけのつながりが、 ハの部では成り立つとおっしゃられて、岩手ではカクラとコラボをしていらっしゃいました。うん。ピアノ、とてもアットホームで幸せそうです。青森はそろそろリンゴが美味しくなってきているのかな安心安全で、調和のある日本をこの先もつなげていきたいですね。なるほど。ということですね。皆さん知ってますでしょうかディビッド・マッシューズさんです。うん。はい。 はい。というわけで、ありがとうございます。